はい、こんばんは、こんにちは、ございます。ブタです。今日もじゃあ動画撮っていきたいと思います。今日の動画はですね、ちょっとランキング動画スペシャルバージョンということで、本日4本動画上げております。もう全部ランキング動画ですね。で、まあ、最近、暗黒美術界がね、大幅リニューアルいたしまして、かなり盛り上がっていると思います。そこでですね、まあ、こうランキングが載っているんですけど、ここのね、上位100名が選ぶ、暗黒美術界でね、一番使われているキャラランキングをやっていきたいと思います。で、まあ、それぞれですね、一番使われている防御トップ5、揚力キャラタイプのトップ5、で、攻撃キャラのトップ5、あとは総合編の、トップ10をね、それぞれ動画に残しております。で、今回この動画でですね、攻撃タイプのトップ5を、紹介します。上位100名が選ぶ一番使われている、攻撃キャラのトップ5ですね。こちらを紹介していこうと思います。もう早速ですかね、やっていきます。で、まあ一段ね、ちょっと見ていくんですけども、攻撃にね、変えまして。今ね、星5の攻撃タイプこんな感じでですね、なんと、14名のね、キャラクターがもうね、実装されたと、もうかなり増えましたよ。で、まだね、ちょっと3体持ってないキャラがいるんですけどね、ちょっと攻撃タイプには自分好かれてないのかもしれないです。ということでね、もう早速じゃあトップ5からやっていこうと思います。第5位にね、選ばれたキャラは、こちら。新属性のね、クラマです。こちらね、100人中9人がね、使っているみたいでございますね。こちら割とね、新しく出たキャラなんですけども、まあ結構選ばれている理由はですね、まあ島根基礎をね、敵単体にまあ、攻撃しながら毒付与、まあできるのもそうなんですが、まあ特に、ね、この一番下の必殺技が強いですよね。敵横一列に結構高火力の、攻撃力ダメージが、できつつ、プラスね、50% の確率で暗闇を、付与してくれます。あ、違います。90% の確率で、50% の暗闇効果ですね。これ2ターンの間、結構暗闇で受けると、通常攻撃が、ミスしたりするので、まあ、結構ここ使い勝手いいですよね。ただ、これの代償でね、ちょっと気絶効果っていうね、部分があるので、ちょっとここがね、ちょっとあまり採用不人気の理由なのかなと思います。まあ、不人気ではないか、まあ、トップ5に選ばれてますからね。まあ、でも、ね、もう9人しか使っていないみたいですね。で、まあ、オートスキル見ていくと、まあ、攻撃力ダメージ対策アップ、ここ結構優秀ですね。あとはオリジナルオートスキルがね、優秀ですね。自身に攻撃力アップできるプラス、敵前列にね、毒耐性ダウン、します。自身にね、状態異常がかかるたびに。まあ、結構この辺ね、毒付与できると、あながちね、相手を畳みかけれる要因にもなるので、まあ、5位に選ばれたのはね、この新属性の若様でございました。はい、続きまして、第4位ですね。第4位はですね、なんと2名います。2体ね、同率で、10票獲得してます。まあ、新属性のクラマにね、1票の差で、4位に食い込んだんですけど、まあ、1体目がですね、こちらカラスですね。陰属性カラス。まあ、自分もね、ここを使っております。まあ、カラスをね、まあ、強みで言うとね、まあ、まずこの次元爆弾ですね。敵前列に防御力ダウンをしつつダメージを与えれるので、まあ、結構ね、壁枠を、破壊するのに、結構持ってこいです。あとは、まあ、追跡爆弾もね、高火力の単体攻撃で、プラス火傷も付与できるのも強みかなと思います。あとはオリジナルオートスキルですね。ここがですね、なんと、自身に強化効果かかると、敵単体にね、防御力ダウンをしてくれたり。あとは、ま、自前で攻撃力アップも持ってるので、まあ、結構ね、アタッカーとして使われてる方多いんじゃないでしょうか。あとは、ま、属性が陰属性なんでね、ダメージ入りやすいですよね。弱点、相手がいないので、弱点軽減される、ダメージ軽減されることが少ないです。あとは、ま、キャラクエストでね、最近出てきたので、単純にね、育成が行き渡ってる方が多いのが、まあ、結構4位の理由なのかなっていう気もします。はい、まあ、そんな理由でね、4位に選ばれました。で、もう1体がですね、まあちょっと同じような理由で、この、陽属性のね、クワバラが選ばれております。まあ、こちらも最近キャラクエストでね、実装されているので、まあ育成がね、行き届いている方が多いので、多分選ばれている、理由なんではないでしょうか。まあ単純にね、それだけではなくて、結構クワバラ強いですよね。まあ敵前列に、まあダメージ与えられて気絶効果できたりだとか、あとは敵単体にね、まあかなり高火力のダメージ与えれますし、あとはこのオリジナルオートスキルが優秀ですよね。自身に強化効果かかると、まあ無制限でね、まあちょっと発動確率は低いですが、会心効果がつくんですよ。まあこれがかなり強みかなと思います。会心効果、加わるとかなりね、通常攻撃も必殺も、クリティカル発動してね、かなりダメージ与えれるんで、ここが採用ポイントだと思います。まあ、自前で攻撃力アップも持ってるんでね、まあ、陽属性クラマ、アクアバラ、まあ、結構採用される理由もわかります。自分もちょっと使いたいなと思ってますしね、ここ。
ちょっとまだリンク開放してないんですけど、まあそろそろしたいなと思っております。まあ、B ランクにしたらちょっと考えようかなと思ってますね。はい、続きまして、ね、もうどんどんいきます。第3位、第3位はですね、こちらちょっと自分持ってないんですけど、タイ属性のね、セクシーユースケが選ばれましたね。ここ人気みたいですね。ちょっと今日ね、タニーヤンちゃんが動画でおすすめの動画上げてましたね。タイ属性のユースケ強いっていうね。まあ、ここの強みで言うと、まあ、ヘッドハットがね、ヘッドバット、ここ強いです。敵単体にね、効果力のダメージを与えれるプラス、相手がね、防御力タイプの場合はね、気絶効果も付与できます。で、プラスね、自身に 20% の非ダメージ減少がつくので、まあ、結構ね、アタッカー兼、ダメージも抑えれるので、まあ、その辺強みです。あとは、ま、レーガン連射がやっぱ強いですね。横1列に、ま、効果力の、攻撃力ダメージ、プラス 30% のね、まあ、レベル1の状態で 30% なんですけど、非ダメージをね、増加できるので、相手にね、ダメージを入りやすくしてくれます。まあ、結構ここ強いです。はい。あとはオートスキルですね。まあ、耐属性ダメージ増加っていう貴重なね、オートスキル持ってますし、まあ、オリジナルオートスキルもですね、自身にね、攻撃力アップ持っております。まあ、発動条件は自身に強化効果かかるとね、無制限でね、攻撃力アップできるので、まあ、これね、レベル10まで行くと確か 50% まで攻撃力アップなるんですよ。それが強みなんですね。これが初っ端から、発動してくれれば、まあ、かなりね、必殺技、かなり、ダメージ相手に与えれるので、まあ、一発でね、相手を畳みかけることもできるキャラですから。あとは、ま、耐属性なんでね、相手結構、親属性限界使ってる方多いので、まあ、そこの対策としてね、持ってきてる方も多いんじゃないかなと思います。はい。ヘッドハットとかがね、親属性限界に、ぶち当たれば一発でやっつけれるので、まあ、それこそ最近ね、暗黒美術界作戦、選べるようになりましたから、有利な属性にね、ターゲットに、してほしいっていう作戦にしておけば、親属性限界にね、必殺技が行きやすくなるので、まあそういった面でね、採用されてる方が増えてきてるんだと思います。いやー、20票ですよ。一気にね、もう4位は10票でしたけど、10票の差をね、開いて3位に選ばれてますから、かなり使われてるということですね。はい、続きまして第2位ですね。第2位はこちら。100% 中の 100% のトグロですね。新バージョンのトグロが第2位に選ばれました。こちらね、22票ですね。22票獲得しております。まあ、こちらの採用率はですね、まあ、陰属性っていうのもまあ魅力的ですし、あとはリーダースキルですね。攻撃力タイプの攻撃力アップっていうちょっと珍しいリーダースキルを持ってます。あとはここですね、やっぱバフが強い。攻撃タイプの味方全体になんと 71% もね、余ダメージ増加するのはやっぱかなり、火力増せるので、まあ、ここが採用ポイントかなと思います。攻撃アタッカー連れてる方はね、絶対連れて行きたいキャラだと思うので、ここは自分もね、攻撃アタッカーの編成で行くときは連れてってますね。あとは、ま、ここのね、猛進。ここも強いですね。敵横1列に、ま、効果力のダメージ、プラス気絶効果。結構気絶効果ね、ほんとバカにならないんでね、結構強いです。あとはね、貴重な陰属性ダメージ増加を自前で持ってるのと、あとはね、このオリジナルオートスキルがまた優秀なんですよ。味方がダウンするたびにですね、攻撃力アップ、プラス防御力アップまでね、できちゃうので、結構ね、味方がダウンするとかなりカチカチに、なったりしますよね。はい。まあ、なので、まあ、攻撃もできるし、まあ、防御の面でもね、活躍してくれるので、まあ、採用がね、採用率が高い理由も納得かなと、思います。堂々のね、第2位に選ばれました。はい、ということでね、もう早くも第1位なんですが、もうここはね、お察しの通り、こちら。100% のね、9トグロですね。まあ、ここはもう納得ですが、もう25票獲得しております。やっぱね、全体攻撃持ち、超度級活でね、全体攻撃できる、プラスね、攻撃力ダメージ耐性ダウンも付与できるんですよ。なので、攻撃アタッカーのね、編成を組んでる方は、まあ、ここもね、かなり攻撃力ダメージ耐性ダウンもバカにならないので、採用理由が高いのも納得ですよね。ただちょっとね、デメリットで自身に 50% の攻撃力ダウンは入るんですが、まあ、サポートキャラのね、ケイコちゃんだったり、つけておくとですね、まあ、この辺の、カバーはできてしまうので、プラスね、オートスキルでですね、相手を倒すたびにね、100% の攻撃力アップも持ってるので、オリジナルオートスキルで。なので結構カバーできちゃうんでね、まあ、その辺が採用率高めの理由かなと思います。あとは弱点ダメージ増加大がね、結構レアなオートスキル持ってるので、まあ相手結構陽属性のキャラ連れてる方多いじゃないですか。まあ限界しかり、陽光、クラマ、あとはヒエとかもいますけど、まあ最近だとね、ジンとかもね、
陽属性の陣とかも増えましたけど、まあ、その辺にね、かなり効果力にダメージを与えられるんで、一発でね、やっつけれるんですよ。この弱点ダメージ増加があることによって。まあ、その辺ね、採用理由かなと思います。あとは、ま、師団もめちゃくちゃ強いですもんね。横一列に効果力で、ダメージ与えられるんで、もう師団が入るだけでね、一気に相手のアタッカーやっつけれますから。まあ、堂々のね、第1位に選ばれたのは、こちらの旧トグロでございました。はい、もうざっとね、紹介させてもらったんですけど、改めて、紹介しておくとですね、第5位が新属性のクラマ9票、4位がカラスとクワバラ同率ですね、10票ゲットしております。第3位が、まあ、セクシーユースケ、対属性のユースケですね、こちらが20票。第2位が 100% 中の 100% 新トグロですね、こちらが22票。で、1位が、まあ、旧トグロですね、金属性のトグロが25票ということで、こういう結果でございました。まあ、もしよかったらね、こちらの、まあ、票数を見てね、アンコフィルス界の編成の参考になればなと、思います。で、まあ、最初でも言いましたけどね、他にも今日、防御タイプのトップ5、揚力タイプのトップ5、あとは総合編のトップ10もね、それぞれ動画上がってますので、またそちらもね、気になる方は見ていただけたらなと思います。ということでね、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またよかったらね、チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどもよろしくお願いいたします。ではまたね。